ドリームチェイサーです。今回はこちらビックリマンチョコのスターウォーズコラボバージョンを買ってきました。前回エピソード1,2,3 のものを買ったんですけれども、なんと 4,5,6,4,5,6 のエピソードのものがもう新たに出ていました。こちらもコレクターシール全24種ということで、どうでしょうかね。チューバカとかレイヤ姫とか乗ってる方とダースベイダー、そうダースベイダーが出てないんですよね。なので今回こそはダースベイダーに出てほしいと思って、とりあえず10個買ってきました。一気に開けて見てみたいと思います。ではでは早速1個目、こちらから開けます。何が出るかな。いきます。じゃじゃん。ボバフェット知ってるキャラクターが出てきてくれるとやっぱり嬉しいですね。スターウォーズ好きなんですけれども、超詳しいとまではいかないので、知ってるキャラクターが出てきてくれると嬉しいです。ボバフェット。賞金稼ぎです。引き受けた仕事は完璧に果たす。EE3ブラスターライフルは危機的状況を打破してきた良き相棒だ、だそうです。そう、ジャングも出てくるかな。こちらは息子の方ですね。ボバフェットです。では続いて何かな。じゃじゃん。ダースベイダーが出てきてほしいですね。なんとか。ダースベイダーよろしく。じゃあ続いては、じゃじゃん。あ、わかんないのが出てきた。ウェッジアンティリーズだそうです。勇敢な伝説的スターファイターのパイロット。デススター破壊時、ベイダーの猛攻撃にも屈さず、ルークらと共に生還した。ということは結構有名キャラ？ウェッジアンティリーズでした。では続いてこっち行きましょうか。何かな。いきます。せーの、じゃんじゃん。タスケンレイダー。サンドピープルの別名を持つ砂漠の惑星タトゥインに住む獰猛な遊牧民、伝統的なガフィー杖を持つ盗賊である、だそうです。これ名前知ってるような気がするんだけれども、キャラ的に思い浮かばないのは何ですかね。やっぱりイラストになってるとちょっと違う感じ。では4つ目、開けます。いきますよ。せーの、じゃじゃん。すごーい、デススターの戦いが出ました。すごい。ルークは実の父であるベイダーに右手を切られた1年後、真のジェダイナイトとなるべくデススターで再対峙する。ということで、ルーク対ダースベイダー。アナキンですね。これはいい、いいシールが出てくれました。では、続いて、5つ目。いきます。じゃん。何これ、エンディングとかっていうのがエンディングって何。エンディングが出ました。すごい、みんなあのフォースとなってる感じですね。肉体的な死を遂げるもフォースと一つになり、個人の存在を現世に残す3人、帝国の圧政に勝利したルークたちを見守る。ということで、じゃじゃーん。ヨーダとオビワンとアナキンかな。フォースです。エンディングが出ました。まさかのエンディング。はい、続いては6個目ですね。いきます。せーの、じゃん。ルークスカイウォーカー。すごい、これは可愛い。水分農場で働いていたが、オビワンへのメッセージを発見し、銀河大戦に巻き込まれる。
伝説のジェダイナイトとなる運命が待つ。ということで、アナキンとパドメの子供ですね。レイヤーとは双子の関係、オビワンに指示し覚醒するルーク・スカイウォーカー。ルークが映ってるのがいっぱい出てくれて嬉しい。さて、続いては、そうだ、レイヤー姫も出てきてないからレイヤーも欲しいな。はい、いきます。せーの、じゃん。なにこれ、トントン。あー、これはあの闘技場みたいなところのやつ？違うのかな。氷の惑星ホスに生息する寒さに強い草食性の爬虫類型哺乳類、従順なので乗り物や荷物の運送手段として重宝される存在だそうです。トントン、知ってますか？私わかんない。トントンでした。さて、残り3つとなりました。ダースベイダーまだ出ない。欲しいんですけど、欲しいのってやっぱなかなか出てきてくれないですね。来るかな。いきます、せーので、じゃん。ランド・カルリジアン、もう噛んじゃいそう。ランド・カルリジアン、イカサマギャンブラーに詐欺師に密輸と根っからのならず者はクラウドシティの執政官となり、ハンソロと再会後反乱軍へ。うん、これは顔すごい似てる。そうだ、ハンソロとね、一緒にね、セットで出てきたような感じのね、面白いキャラクターだったと思います。では9個目、じゃじゃん。エンディング、2枚目のエンディングです。お揃い、かぶっちゃいました。これがかぶるとは思わなかった。さて、中箱も出てきてないぞ。なんだなんだ、メインの人が全然出てきてない。いきます、最後の1個、せーの、じゃん。レイヤー、やったー、プリンセスレイヤーが出てきました。これはテンション上がる。レイヤ姫、惑星オルデランの帝国元老院最年少議員となり、反乱同盟のために専用の宇宙船で飛び回る仲間のルークに運命を感じる。ということで、ルークの双子の子ですね。ここがセットで出てきました。いいですね。ルークとレイヤ姫が出てきてくれたのは嬉しかったけれども、ダースベイダーは出なかったですね。子供はチューバッカが好きなので、チューバッカが欲しかったそうですが、これは次回頑張りましょう。ということで、今回はプリンセスレイヤー、ルークスカイウォーカー、ウェッジ、アンティリーズ、ボバフェット、デススターの戦い、エンディング、タスケンレイダー、トントン、そしてランドカルリジアンですね。この9種類が揃いました。あとエンディングが1個かぶっちゃったんですもんね。いやー、でもどれもキラキラで、これは集めたくなりますね。ぜひ見かけたら手に取ってみてください。これが出るのはテンション上がりますね。ということで、今回はビックリマンチョコのスターウォーズコラボを買って開けてみました。次回も楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。バイバーイ。